まり。そうなんでしょう。その名紳士、名監督にあらずとかいう言葉がありますでしょう。だから今、誰が監督やってもダメですよ。かもありますよね。それましてや、その監督業と、僕らのさっきの話ですよ、解説者であっても、解説者として、副音声はどう喋るのか、僕も普通に喋ってるけど、副音声はどう喋るかっていう、一つ切り替えがいるんで、やっぱり初めて監督やるっていうことは、やっぱりあの時の僕らの戸惑いのような、そんなこともひょっとしたらあるのかなと思います。でも、やるのは選手ですよ。やるのは選手ですよ。どう考えてもね、今そのピッチャーはいいんですよ、ドラも、まあ、こっちがやっぱりね足らないですよ、だからさっきの話、誰がやってもじゃあ同じなのか、という、まあ、でもあの選手のあの状態の中で采配振るわけですから、まあね、去年までは湯川がやってて、まあダメで、その前もダメじゃないですか、もう一昨年か、もう3位ありましたけどね、その前ずっとほとんど10年近くの B クラスですからね、だからドームになってからバッターが座ってないんですよ、ホームランバッター。今放送でも何回も言うんですけど、ドームが広すぎるんですよ、だからその分今だからなんかホームランのあのね、テラスを作れとか、うん、をね、作ってくれとは言ってるんですけども、今放送でもね、作ったもういいんじゃないですかとかで、まあ言うんですけど、まあ、相手もホームラン出るけど、こっちも出ますから、でもドラゴンズのピッチャーはいいですから、抑えながらこっちを打つ、だから絶対いいと思うんですけども。これが何人なんですか、結構いるもんなんですよね、だから外国人も取れないでしょ、9番らしい、これというものの細かい話になりますけど、これというものが作るときにいわゆる経営の問題で球場が出すのか、チームが出すのか、別会社でしょ、ドームと球団は別会社、別会社ですから。だからでもオーナー一緒なんですよ。オーナー一緒なんですよ。そういうことか。球団ドーム出しけかねーって言ってれば球団はあんまり懐痛むかなと思うけども、そうはそうか、オーナー一緒。オーナー一緒なんですよ。一日頑張ってほしいですね。でも新聞もなかなか入れてないですし。ああ、やっぱり勝った時はね、買いますもんね、みんなね。だからどうなるのかね。今日も放送で僕喋りましたけれども、まあ、打撃の問題ですよね。ピッチャーはいいけど、いわゆる打撃の問題からすると、中日のチームでのホームラン数が今ヤクルトのある選手に抜かれそうになっているという、それがちょっと一人の人に全部中日が打ってる数が今年は抜かれるかもしれんよ。変わりませんからね。中日が今日の時点で50本かね。村上が55本でしょ。山田入れたらもう抜いちゃいますからね。2人でドラゴンズ打ってますからね。チームのあれ、抜いてしまうよ、うん、でもしかし、すごい選手出てきましたね。なんか22か3でしょ、すごいですよ。芸人の天さんの時だったら、どう攻めるかっていうのはありますか。やっぱりインサイドですよ。インサイドどんどん攻めて、インサイドを意識させておいて、外へ抜くとか。それしかないと思いますよ。他のピッチャーはそうやって攻めてませんか。やっぱり甘くなるんですよね。今見てるとね、今の時点でも村上デッドボールが6つしかないんですよ。当てるっていうんじゃないですよ。当てるっていうんじゃないですけど、6つ攻めないとダメなんですよ。いいバッターはやっぱり。この間ちょっと当たりましたけどね。だって今、1球当たるだけでね、えらい問題になってましたけどね。そうそう、痛そうやったから。だから日本の宝のような、相手チームをやっつけるじゃなくて、
あの人は日本の宝のように見えてるもんですから。まあ、清原なんかどうするんですかね。190球パスくらい当たってますからね。あ、そうか。そうですよ。あ、そんな当たってます。当たってます。うん、それ僕ね、あの前にね、うん、東尾さんにね、対談したことがあるんですよ。あの人一番ぶつけてた人です。そうですよ。一番ぶつけてた人なんで、東尾さん、当たってしまうものなのか、うん、当てようと思ってるのか、あれそうですね、どつぶがんすかねって言ったら、当てようと思ってる。狙ってたんですね。狙ってたんですね。星野さんもそういう感じなんですよね。ああ、そうなんだ。シュートで意識させておいて、うん、まあ、だったらしょうがないなと。うん、で、外のスライダーカーブで打ち取るんですよ、ね。西本さんもそうなんです、ね。西本さんも、西本って言うとシュートっていうイメージじゃないですか。抑えてるのはね、スライダーカーブばっかなんですよ、ね。シュート来るなと思ったら、逃げるじゃないですか。そこにちょろっと行くんですよ。これ引っ掛けるんですよ。だからシュートあるピッチャーっていうのはね、強いですよ。強い。平松さんなんかそうじゃないですか。長嶋さんなんか、平松さんが投げる時は出ませんでしたからね、試合に。俺今日出ない。新しいですよ。苦手で。あ、そう。ねえ、だからそういういろんなのがあって、あの結果になっていくわけでね。という人は、うん、あ、末恐ろしいですね。そうですね。なんか王様の記録、王様の記録抜いちゃうんじゃないですか。僕から見てもね、風格がありますね、なんか、うん、若いのに、うん、ありますね。体大きいですしね。大きいですよ。あの風格がやっぱり野村克也さんなんかも、うん、頑張りよと、頑張りよと、俺の記録はおめでとうだと、お前だぞ、置いて。いうのはやっぱその風格みたいなのが感じたのかもわかりますね、若くだから運もいいっていうかね、はい、あれはあの清宮のはずで1位なんですよね。あ、そうか、あの時清宮当たってたら、はい、やってないわけですよね、ヤクルトの皆さんも。その前の山田もそうですよね、うん、山田もハンカチ王子のはずれ1位なんですよね。そういうことってなんか人物的にあるんですか、両方。俺、お前もあの、撮影とかなんか。